見えない相手とのダイナミックな技の掛け合いが魅力の視覚障害者柔道。視覚障害者柔道は一般の柔道とは異なり、組み合った状態から始まります。常に組んでいるため一本で決まる試合が多く、残り数秒でも逆転のチャンスがあり、4分間の試合中は一瞬たりとも目が離せません。競技は視覚障害の程度により、全盲を J1、 弱視を J2 とクラス分けされた上で、それぞれ男女別の体重階級で競います。選手は視覚に障害があるため、審判が声で情報を伝えるなど、試合をスムーズに進行させるためにさまざまな工夫をしています。注目の選手は視覚障害者柔道界を牽引する石井歩美選手。先天性の病気で目に入る光の量の調節が難しい無光彩症の石井選手、中学の授業から柔道に興味が湧き、町道場へ通います。そして運命の出会いを果たします。同じ学校に先生としてアテネパラリンピックに出場された広瀬選手いらっしゃったので、そこで視覚障害者柔道との出会いがありまして、始めてみようと思ったのがきっかけです。これまでに払い腰や背負い投げなど思い切りのいい柔道で、2018年のアジアパラ競技大会で銀メダルを獲得するなど、その実力を発揮しています。視覚障害者柔道を知ってもらって、もっと人が増えていって、お互いに強くなっていける、その環境があればいいなと思います。